どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は出ましたオフィシャルヒゲダンディズム、ヒゲダンの No Doubt、 こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン、後半はあの独特のファンキーなノリ、かっこいいやつです。かっこいいバージョンやりますんで、2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつも聴いてる曲、頭の中回ってる曲を、聴いたりカラオケ行ったりするだけじゃなくて、自分で楽器と一緒に弾いちゃいましょう。これ弾き語りって言うんですけども、超楽しいんですよ。ぜひ皆さんにこの楽しみをですね、味わっていただきたいです。とはいえ、今まで楽器触ったことなくて、音楽苦手なんです。私、聴くの専門です。なんていう方も多いんですけど、ウクレレだったらすぐできますから、ぜひ皆さん始めてください。簡単なんですよ、簡単。ただもう、ただ簡単だけじゃなくて、やったらわかるんですけど、ものすごく奥も深いんで、ずっと続けられるパートナーになってくれると思います。他のピアノとか、ギターとか、そういう楽器できる方もぜひね、ちょっとウクレレやってみるとまた全然感じが違うんで、ほんとね、試してみてください。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになりますからね。もうちょっとしたらこの辺にリンクを貼ります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、動画のね、動画で1から順番にこの動画見てるだけでウクレレ触りながら。すぐできるようになるんですよ。もうぜひやってください。YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見れるし、無料ですから、やってみましょう。はい、じゃあここリンクあります。初心者ですとここ行ってらっしゃい。クリック!行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたありとあらゆる音楽が、ウクレレで簡単に弾けるようにしたレッスン動画として、もう700曲以上。ゴンゴン上がってますんで、最新 J-POP から定番の J-POP、昭和の夏メロから洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、もう何でもかんでもやってます。ウクレレで簡単にしちゃってます。さっきのリンク先のところに行って、検索できたり、ジャンルボックスから探せたりなってます。いろんなお気に入りの曲を探して、どんどん音楽をプレイしちゃいましょう。はい、そういうわけでじゃあやってみましょうか。ノーダウトヒゲダン。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。ワン、ツー、スリー。ヘイ!簡単バージョンやってみました。今の演奏は、見ていただいて分かったと思うんですけど、ショートカットバージョンでお送りしております。一番やって、
2番をこうショートカットさせていただいて、ブリッジパートやってサビに戻って、イントロメロディーをやって終わったというオリジナルショートカット。2番やりたい方、コード進行書き出してちょっとやってみてください。はい。で、動画と一緒にできるようになった方は自分でノートに書いて、そのノートを見て自分だけで演奏してみてください。その時の参考になるようにこの私のノートを見ていただこうと思うんです。今日はですね、ちょっとね、見てください。これループって書いてある。これ Am-D7-G7-C、 これイントロからずーっとここまで A メロのここまでコード進行こう一緒なんですよ。なんでこれは、テロップの中でもまあ見合わせてもらって、この言葉だけこのノートは今回書いてますけど、このこれがずっと続いてるっていうことになっております。はい。でも言葉の乗せ方がね、やっぱねクールでかっこいいんですよ、すごく。はい。でちょっとこうブルージーのフレーズっていうか、なんていうのかな、うん、ちょっとこう難しいっていうかね、ねんでねねねねねってこの半分の音っていうのが出てきて、ここがかっこいいところでございます。はい。歌をよく聴いてやってみましょう。してここがサビですね。はい。まあ、ここもね、2行はねこのコードと一緒なんですけど、一応サビというふうに分けておきます。ここからちょっとコードが変わってきますということで。はい、ジジでした。でもってここからブリッジですね。はい。早く出任せに気づいてっていうところですね。ここかっこいいんですよね、また。はい。で、ここに、ちょっと下に、いろいろ書いてありますけど、これは決めが、後半のかっこいいバージョンで入りますということで、後でこれ解説しますと。はい。で、ここ、伸ばして、ここ間奏になってて、こういうところに止まるとかね、書いてあるやつ、テロップで確認しながら弾いていってください。そして、ここからサビに戻って、サビっていうのはここですね。サビに戻って、その後、イントロフレーズやって、エンディング、イントロフレーズつな、へぇー、へぇー、ウォーウォーのところですね。これが今のやったガズレレ流、ショートカットアレンジバージョンでございます。出てくるコード、今日はね、コードはね、簡単なんです。C と Am と F、Dm、G7、E7、この6個です。このコード6個で、このかっこいいね、ファンキーでなんていうかこう、ヒゲダン。いいですね。コード6個です。このコードはですね、いつも言ってるやつなんですけど、ドン、こちら。ガズレレ必須コード。必須って書いてある。これを覚えてください。ガズレレ必須コードってなんだ、こんな話よくなるんですけども、コードというのを覚えなきゃいけませんね、音楽やるときに。で、このコードっていうのがですね、もう星の数ほどあるんですよ。全部覚えようと思ってもそもそも無理だし、その必要もないです。じゃあどうしようかなっていうときに、このウクレレで皆さん音楽始めようと思ってるわけでございまして。で、であれば、このウクレレにとってめちゃくちゃ便利なコードだけ集めちゃおうと。そしたらほぼ世の中の曲できちゃうんじゃないかというのが、このガズレレ必須コードです。8から10個というふうに表記してますけど、見てもらうとわかるんですけど、指1本シリーズはあんまり数えてないんだ。主に8個ですね。のコードを覚えるだけで、ほぼ世の中の曲、7割、8割でできるってぐらいに、大げさでなくそれ言えるんで、これを覚えた方がいいと思うんですよ。で、これをですね、でも8個とか10個とか入れると、そんなにあるのかって思うじゃないですか。でも1個ずつ見たら、この1本指だったらもう簡単なんですよね。だけど10個覚えるにはちょっとコツがいる。それを以前私が解説しています。わかりやすく。ここにリンク貼っておきます。このガズレレ必須コードは覚えてください。今日はそこのメンバーの全部出てくるやつんで、6個ね、そのうちに。はい、コードはそこでバッチリ。では、ここから、かっこいいバージョンの解説に、入っていきます。まずですね、基本的なリズムはこれなんです。はい。8ビートのチャです。8ビートのチャっていうのはこんなリズム、チャ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 なんですが、今日はちょっとここにおまけをつけます。8ビートのチャカッコカッティング入り、どうですか。カッティングっていうのはですね、 Am にも押さえますよ。右手は伸ばしてるでしょ。で、左手だけで音を止める。これをカッティングって言います。で、何をやるかというと、ワンブロック、例えばここだと Am、D7、G7、C やるじゃないですか。ワンブロックに一回音を止めるです。そういう感じ。ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。バッ、バン、ダン、バッ、バン。わかる？最初の一発目だけ。バッ、ダン、ダン、バッ、ダン、ダン、バッ、ダン、ダン、バッ。一瞬、左手でこうカッティングしてるでしょ。カッティング。これでいきましょう。全体的にこれでいけちゃう感じですね。まるで魔法のように、カンタッツタンダダカタッツタン。こんな感じがベースね。まあこれ。ずーっとこの感じなんです。この淡々といく。それでいてこう淡々としてるんだけど、だからやっぱファンキーかなという感じなんですね。そういうわけで、8ビートのチャとカッティング。
ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとカッティングをやってみてください。8ビートのチャは、まず普通の8ビートができないとまあできませんので。はい。でね、今回ね、これカッティングを入れるとすごい難しいから、まずは8ビートのチャだけで全部やってみてくださいね。カッティング入れたら急に難しくなると思います。はい。まあでもそこがこう、楽しくチャレンジする。これが、いいと思いますね。はい。じゃあそんな感じでリズムはバッチリ決めちゃいましょう。そして決めといえば決めがあるんですよ。さっきもね、ちょっと出て。ここのブリッジパートの一番最後のところなんですけど、ここで、ツーダタ、ツーダタ、ツーダタ、止まるって書いてあります。これ G7 のところね。ここブリッジパート、ちょっとここのところやってみましょうね。早くてもさっき気づいた。騙してとばける気づいた。誰に何度裏切られても、目を覚まして笑って、ワンモーツァ。わかった。タダッ、タダッ、タダッ。ここ、ちょっとね。難しい決めですね。ここもう一回言ってみましょうか。誰に何度裏切られても目を覚まして笑ってワンモアタイム。こんな感じ。ただただただワンモアタイム。はい。こんな感じの決めをね入れることでまたピシッと引き締まるんで、ちょっとやってみましょう。さあそれではノーダウトヒゲダンかっこいいバージョン、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワンツー。へえ。かっこいいバージョンです。はい。ノリノリでやるのがいいと思います。すごいこれやっぱ弾いてて思うんだよ。ダンスビートっていうか、ダンサブルなんですよ。だからこう、体ごとこうリズムにこうガーッといく感じでできるようになるとまたね、さらに面白いと思います。リズムはですね、あれですよ。体全体で取った方がいいですからね。音楽ってほら、手と口だけでやってるんじゃなくて、体ごとやるって、これがポイントでございます。さあ皆さんも一緒に大きい声で歌ってみましょう。ありがとうございます。まあ、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。さあ、カズさんですけど、このちっちゃいウクレレ持って、日本全国、リアルで会える、楽しいウクレレイベントやってます。すごく役立つし、もうなんかね、いろいろいい話も織り交ぜてくんで、絶対に楽しいですよ。来てください。どんな人でも OK。超初心者から上級者に楽しめますから。安心してください。お一人様も大歓迎。あとはですね、いろんな本出してます。相当ベストセラーになってます。ありがとうございます。そんなような最新情報、ガズレレ最新情報を、この後ちょっと動画で、引っ付けとくんで、お時間ある方見てください。で、このウクレレ、クラウドファンディングご支援いただいた方、発送してますんで、もうちょっとしたら届くと思います。お待ちください。それではご案内動画、どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のことわかります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きますよ。
9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい。これはね、東北攻めます、今年の夏は。夏じゃ9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのがね、これ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい。でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ。みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね楽しくなります。本当これはね来た方がいいですよ。もうこの先のね音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい。でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出してます。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック100曲ですから、ぜひ皆さんこういうの本もねいっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功に終わりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。